武蔵野市の井の頭自然文化園で飼育されているアジアゾウの花子が国内最高齢記録を更新する66歳となり、今日お祝いの会が開かれました。こちらには多くの人たちが集まってきています。皆さんの視線の先には66歳を迎えたゾウの花子さんがいます。花子ちゃん、お誕生日おめでとう。そうですね。親子連れなど多くの人が集まる中、花子には食パンやさつまいも、いちごなどでできた特製ケーキが贈られました。花子は戦後初めて日本に来たゾウで、1947年にタイで生まれました。ゾウの平均寿命は飼育されている場合で40歳ほどと言われていますが、花子は今年国内最高齢記録を更新して66歳になりました。ゾウさん見た、大きかった、可愛かった。僕なんか上のゾウをずっと前見たことあるんですね。まあ、長生きしてもらいたいよね。園によりますと、花子の体調は現在安定していて、今後も多くの人に元気な姿を見てもらいたいとしています。